茅野市の皆さん、こんにちは。諏訪中央病院の内科の須田と申します。今日は皆様の命を、新型コロナウイルスの脅威から守るために、皆様が今日からできることについてお話しします。しっかり、勉強していきましょう。今回は間違えられやすい手洗いのタイミングについてドラマ風に解説していきます。よし、仕事終わった。早く家帰ろう。お疲れ様です。お疲れ様です。ただいまー。おかえり。いやー、今日も疲れたな、仕お疲れ事。様。大変だったね。いや、本当だよ。いやー、今日も疲れたなー。これ今見てるの？あ、見てる見てる。こっち。ええー。いいじゃん。あ、いいか。あ、これでいいよ。まあ、面白そうだね。面白いね。あ、これ何飲んでんの？今、カフェオレ飲んでいい？私飲んでるんだけど。ちょうだいよ。美味しいや。いやー、お腹すいたな。今日ご飯何？今日唐揚げ作ったの。唐揚げ、やったー。大好きなんだよね、唐揚げ。え、もうできる？ご飯今炊いてるから、もうちょっと。お腹すいたなあ。あ、プリンあるわ。ちょっとプリン食べてきていい？プリン食べよう。プリン、プリンと。どこにあったっけなプリン。これでもないし、これでもなくて。プリンないよ。ごめん、もうないかも。もう、しょうがないな。プリンないな。ご飯炊けたみたいだなぁ。よーし、手洗おうと。ぷっぷよし、仕事終わった。帰ろ。そうだ、手洗い忘れてた。そうだそうだ、しっかり手洗いして。よし、お疲れです。お疲れです。ただいま。おかえり。いや、今日も疲れたな、仕事。お疲れ様。大変だったね。いや、本当だよ。いや、疲れたな、あ、ちょっと待って、なんか忘れてない？なんか手洗いが最初でしょ。そうだった。ごめんごめん、ちょっと手洗ってこうよ。今回のポイントをまとめます。仕事場から出る前にも手洗い、そして家に入ったらすぐに手洗いをします。正しいタイミングで手洗いを行い、ワンチームでコロナに備えましょう。